長松文彦は、日本の実業家。日清ホールディングス代表取締役副社長兼、社ィ取締役会長等を経て、2019年4月から、セブンイレブンジャパン代表取締役社長。2020年から、日本フランチャイズチェーン協会副会長。東京都出身。1980年東京経済、大学経済学部卒業、同年セブンイレブンジャパン入社。 長く人事を担当した2000年オペレーション本部ゾーンマネージャー2004年執行役員業務本部長代行2005年執行役員業務本部長2012年執行役員オペレーション本部ゾーンマネージャー2014年執行役員企画しつつけ日選ホールディングス代表取締役副社長兼日選代表取締副社長2015年セブン アイホールディングス執行役員社長付、シャディ取締役会長。2017年セブンアイホールディングス執行役員人事企画部、シニアオフィサー、セブンイレブンジャパン執行役員。2018年セブンアイホールディングス取締役、執行役員人事企画本部長に昇格し、 セブンイレブンジャパン取締役人事本部干渉セブンアイフードシステムズ取締役を兼務2019年セブンイレブンジャパン取締役執行役員副社長営業本部長兼オペレーション本部長決済アプリ利用促進プロジェクトリーダー同年からセブンイレブンジャパン代表取締役社長を務めフランチャイズチェーン加盟店からの24時間営業の 見直し要求への対応などを行った2020年日本フランチャイズチェーン協会副会長、ありがとうございます。